はい、どうもこんにちは、みぐです。本日の動画は1月のお気に入りを紹介したいと思います。先月6月のお気に入りという動画を出させていただいたんですけれども、その中ではいろんなジャンルのもののお気に入りを紹介しました。でメッセージで楽しかったよ、また見たいよというお声をいただいたので、今後は毎月の、恒例動画にしようかなというふうに考えています。私の動画では購入品紹介の動画が結構あるので、なるべく購入品紹介で紹介したアイテムを紹介せずに、まだ紹介していないアイテムを中心に紹介していきたいと思います。今回紹介するのもジャンルは様々なものになるんですけれども、まだ紹介していない7月購入品のお気に入りを5つ紹介したいと思います。私は30代半ばの主婦なので、それぐらいの世代のママさんの何か参考になれば嬉しいなと思います。それでは早速スタート。まず初めに紹介するのがこちら、白の練り香水になります。香りはいくつかあったんですけれども、ホワイトリリーの香りにしました。ホワイトリリーの香りを選んだ理由は、私柔軟剤でイロカのホワイトリリーがめちゃくちゃ好きで、それにかなう柔軟剤はないんじゃないかって思うぐらい大好きなんですよ。なんでこのホワイトリリーを見た時に、あ、絶対これにしようっていう風に思いました。ボディコロンだったりとかスプレータイプの香水もあったと思うんですけれども、今回は初めて練り香水っていうのを購入してみました。とってもコンパクトなので持ち運びにも便利ですし、ボトルタイプだと液がこぼれてカバンの中がビタビタになってしまわないかとか、そういう心配もあるのでこういうものにしました。香りもね、めっちゃいい香りです。香水をつけることは小さい子供がいるので長いことしていなかったんですけれども、っていうのも香水ってやっぱきついじゃないですか。ざっつけてるっていう感じもしてしまいますし、でもこれは本当香水って感じがあんまりしない、いい意味で。匂いもきつくないし、どっちかというと、なんだろうな、柔軟剤のイロカよりも優しい香りなような気がします。個人的にシャンプー寄りの匂いっていうのかな。あと白はスキンケアグッズだったりとか、もうホームケアグッズだったりとか、いろんなものを出されているんですけれども、どれもねパッケージがシンプルなので、また気になったものがあったら購入したいなというふうに思いました。次に紹介するのがこちら。こちらはティーイースト、かっこテーブルウェアイーストっていうショップさんで購入したものになります。こちらは楽天で購入しました。ここのショップさんは以前にも何回か利用したことがあるんですけれども、とても可愛くてお手頃なお皿が結構たくさんあるショップさんです。見ているとね、ついついあれもこれも欲しくなってしまうようなショップさんです。基本的に食器でも何でも選ぶときにホワイトを選びがちなんですけれども、初めてね青いお皿を購入してみました。これが意外と使えるっていうか、何にでも使えるんですよね。本当買ってよかったなと思うお皿でした。家族が5人いるので、またこちらは買い足そうかなというふうに思っています。よかったら概要欄に URL 貼っとくんで、皆さんもチェックしてみてください。次に紹介するのがこちらのリフトツール。こちらは子供のダイニングチェアとして購入しました。今は4脚ヘイのダイニングチェアを使っていて、で1脚は丸椅子を使っているんですけれども、ちょっと丸椅子だとね、やっぱり座りづらいかなと思ってこちらを購入しました。テーブルは5人掛け用なので、あまり大きなダイニングチェアだとテーブルの中にしまうことができないので、ちょっと邪魔になってしまうかなと思ってコンパクトなものを探していたんですけれども、こちらがねとても便利そうだったので今回購入しました。まずこちらのチェアのいいところとして、高さが調節できるんですよね。こんな感じでくるくる回すと下がったり上がったりすることができます。だから子どもの成長に合わせて高さを変えることができます。回すだけなのでとっても簡単ですし、子どもたちでも調整することができます。でも若干自分たちでできるから遊んじゃってますね、ぐるぐる回して。であとは足置きがついていて、足置きの高さが4段に調節可能になっています。こちらは付属のボトルと付属の六角レンチで簡単に移動することができます。
こちらも5歳の長男でも調整できるぐらいとっても簡単です。で、何よりも気に入っているのがこのウッドのシンプルな見た目がとっても可愛くておしゃれでお気に入りです。椅子としてじゃなくても飾り棚っていうのかな、まあ、ここに観葉植物置いたりだとかそういった風でも使えるし、軽くて持ち運びも便利なので普段はダイニングチェアとして使ってキッチンで料理する時だとか、まあ、ちょっと一休みする時、一休みはしないかな、そんな時にキッチンに持ってったりとかも使えるし、お掃除とかあと高いところのものを取る時の踏み台としても利用できます。1台で何役にもなるのでとてもいいなというふうに思いました。あとさっき言った通りに成長に合わせて使えるので長く使えます。木だから傷がついたりとかしても味が出るんじゃないかなという期待も寄せています。こちらは最近買って本当に良かったなと思う商品でした。お次に紹介するのが娘の部屋にあるこちらの商品。こちらはタワーのカーペットホルダーというものになります。ここにコロコロのスペアを3つ収納できるようなものになっています。で、ここにこんな感じにコロコロも収納することができます。このコロコロは無印のコロコロを使っています。コロコロっていうのかな、前回カインズ購入品で紹介したコロコロはねちょっとここに入らなかったので、それをリビングで使って、リビングで使っていたものを娘部屋で使うことにしました。1階にあるものだったらこういうコロコロのスペアとか掃除グッズのストックを置く場所が決められているんですけれども、娘の部屋にはそういう掃除グッズを置く場所を用意していなかったので、まあ、こういうものがねベッドのところにあるとすぐ使えるし、ストックもわざわざ1階まで取りに行かなくてもいいから便利なんじゃないかなと思って購入しました。何個がいるんでね、どうしても毛が結構いろんなところにつくのでコロコロは必須アイテムになっています。ホワイトで無駄のないデザインなので出しっぱなしでも全然目立たないしいいんじゃないかなというふうに思います。次に紹介するのがこちらのココニアルさんのタワー型セラミックヒーターホット&クールというものになります。こちらは温風と送風両方使うことができるので1年中活用することができます。スリムなので場所も取らないですし、一年中活用することができるので収納場所にも困りません。あとは人感センサーがついていたりだとか、風量の調整も4段階で調節できます。あと首振り機能にタイマー機能もついています。昔は丸いザ扇風機みたいなのが主流でしたけど、今はこういうねスリムなタイプを使われている方も多いですよね。我が家扇風機はなくてサーキュレーターは去年購入したんですけれども、いちいち1階から2階に持ってくるのがちょっと面倒だったので2階用にこちらをお迎えしました。風量も結構あるし、暑がりの旦那さんも息子もめちゃめちゃこれを気に入っています。あとリモコンもついているのでリモコン操作をすることも可能です。とってもシンプルでスタイリッシュで気に入っています。こんな感じで7月のお気に入りを5つ紹介してみました。いかがでしたでしょうか。この動画が少しでも良かったよと思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そして最後におまけ今月のお気に入りネイルです。ネイルはとても大好きで月に1回は変えるようにしています。今回は紫のオーロラネイルで、こっち側は先端の丸ミラーネイルになっています。結構片手ずつで変えることが多いですね。毎月ねネイルを変えたりだとか考えるのも自分の楽しみになっています。やっぱ爪が可愛いとねテンションが上がりますよね。こちらもこれから、月間のお気に入り動画を出すときについでに紹介したいなというふうに思います。ちょっとでも楽しみに思ってもらえると嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。